Special Focus In. Greetings, Japan. This is Lee Dorian from Cathedral, sitting at home in my flat in Coventry. I have a bad case of the flu, but I shall persevere with the interview. さて、お待ちどうさま。キャスティドランのリードリアンのインタビューをご紹介しましょう。実は長い間リードリアンにインタビューを申し込んでいたんですけども、ひどい風邪をひいていたりですね、鼻すすってましたけど今、それからツアーに出ていたりでなかなか捕まらなかったんですけど、彼の自宅コベントリーで使われました、彼のコベントリーのフラットでくつどいでいるリードリアン、彼のインタビューを早速ご紹介しましょう。まあとにかくゴッズオブグラインドツアーは大成功、そしてアメリカでもね、ツアーが受けているというね、まあとにかく、キャスティドランにとっては、新しいね、スタートに立てたというふうに僕は思うんですけど、そのきっかけはね、もちろんファーストアルバムもそうなんですけども、例のゴッズオブグラインドツアーに合わせてリリースした EP のソウルサクリファイス、日本ではコンピレーションでリリースされていますけども、やっぱりね、この新たにレコーディングされたソウルサクリファイスの EP に代表されるメロディーラインが強調されて、ちょっと方向が変わってきている。つまりヘビーでドゥームな方向に新たな何かが加わっている。このちょっとした変化っていうのはね、僕はやっぱりキャスティドランを一般ピープルにですね、Rockin' up!